お姉さんのことは任されました。あ、そうです。心残りがあるとそれが思わぬ抵抗になってしまったりもしますから、他にもあるなら言うだけ言ってみてください。では主の分け御霊に疲れて鬼になってしまった子がいるんですけれど。その子のこともお願いしてよろしいでしょうか。そうですね。分け御霊が外にいてはせっかく強化した封じを破られてしまったりするかもですから、受け負いましょう。宇月さん、千羽刀も鬼切り役なら鬼だけ切ることぐらいできますよね。努めます。だそうです。他には？いいえ、十分です。では封じの柱の儀を行います。ケイちゃん、さようなら。つらちゃん、ご苦労様。もうヘロヘロです。ケイお姉さんから力をもらっていなかったらとてもじゃないけど無理でした。
それじゃ、また飲む？私、まるっきり人間離れしてしまったんだと、ようやく実感湧いてきました。そのね、すずらちゃん、気に障る言い方しちゃったんなら、失言などではなくてですね。でも、やっぱりお姉さんとは一緒にいられません。痛くてもダメなんです。数日のお姉さんの記憶も封じさせてもらいます。星の光は遠い昔のもの、寒い空飛び続け、長い道のり越えてたどり着いた私たちの先達。月が傾き夜が幕を
それでハトちゃん、聞いてる？え？聞いてる、ちゃんと聞いてるってば。もうハトちゃんってば、夏休みに田舎行ってから変だよ。大切なことがあったような気がするんだけどね。思い出せないとか？もしやアブダクションとか経験してみた？楽々痩せる電気ベルトのあれ？うわ、アブしか合ってないんだけど。ごめん。天然成分のおぼけまでパワーダウンとは、随分とまた重症なのね。そうだね。あって何？あって。ごめん、ヨコちゃん。用事思い出したから先に帰っててくれる？忘れ物なら付き合うけど。そうだけど、そうじゃないの。私、思い出したから。ごめん、ちょっと急ぎかも。わかった。なんだか知らないけど言っといて。するほど多くないんだけど。え、尻尾出てます？出てないよ。尻尾を出したな、つづらちゃん。これは一本取られました。環境設定を保存するけど、いいよね。